この総合問題っっってさやっぱりちょっとねね、えー、対策難しいですよ、ねえー、実際どうやって解いていったらいいんだろう、えー、そしてですね、えー、どういうふうに準備していったらいいんだろうそういうふうな悩みをねみんな持ってると思いますでもね大丈夫ね、えー、今日その悩み一発で解決しますからさあということで新聞学科はジャーナリズム系の学科としてはもう日本で最も伝統があるということで理論と実践の両面を重視した教育をするよと。 こういういいに書かれていますでなんだけど実際問題解いていくときはこの実践の部分が本当に重要でねもう皆さんがジャーナリストとしての資質があるかどうか書けますかってことがま問われるんだでねそういう試験になってそれじゃあね具体的に問題見ていくっていうことになるんだけどまずこれポイント分かりますポイント、うん、どここに着眼しますかねねつつあるの、ね、1つはこのは 戦時ってのが重要で、まあね論文書くコツがあるのよね。論文書くコツはね一つのパラグラフってだいたい二百字から二百五十字だから、だからあ千字かってことで、まあ五つパラグラフを取るって思ってくださいね四つから五つね。だから五つのパラグラフをどういう風に構成するかなってことを考えてから書く。はいもう一つポイントがあります。そうニュースなのよこれ。 これニュースについて書かないといけないから新型コロナウイルスについて書いちゃダメあくまで報道の姿勢がどうだったのかっていうことを書く必要があるわけです。